はいみなさん、こんにちは、こんばんは。ココミチャンネルのショーが、今日は、電気料金、節電の基本、おさらいをお送りいたします。よろしくお願いいたします。まあ、新しい電気料金の請求書が来たので、まあ、あの画像に掲載しておきます。まあ、2000円をちょっと切る形で請求を来ましたえ。先月よりも少しだけ使ってあるんですよね。これ理由があってあの、ひどい花粉症なんですよ、私が。 <laughs> すいません、今も。あのひどい花粉症で、あの空気清浄機を何台か持ってるんですけど、まあ、そのうちの1台は24時間つけてるんですよ。で24時間つけてるのであの、電気料金上がっているということで、まあ、先月よりも花粉がかなり飛んでいるので、まあ、その影響で電気代が少し先月よりは上がっています。 100円ぐらい上がってるのか200円かなちょっとわかんないですけど、あのもう先月の忘れちゃったんですけど、先月も1000円の、えっと、千7 0 0円前後だったと思うんですけど、あの、ま、今回2000円ちょっとかけるぐらいということで、ま、これでもね、あの、結構沖縄はいろんなあの電気料金の基本料金とか、あの電力使用料金は4月1日から上がるんですけど、もうすぐですね。ま、いろんな他のもの、 燃料費調整額とかは上がってきてるんですよ。だからこれでもすごい安いんですよね。あの、だって普通に生活していて、別にね、もうね、あの節電らしい節電ってしてないんですよ。もう普通に生活してます。あの照明は別につけっぱなしだし、あの、もう本当にあの、ただ、節電の準備とか体制を整えて、で、そこからはずっと平行線なんですよ。だから自分にとっては普通の生活。でも他の人から見たら、 そんな風に全部体制整えたんだということで、まあ、体制一回整えてしまうと、こんな感じでずっと、まあ、1000円台で行くっていうことですね。まあ、沖縄暑いですから、夏はね、これじゃあ、あの、抑えらんのですよ。これから値上がりもするし、まあ、冷房つけるんでね。まあ、それはまた、あの、後々ね、あの、冷房をどういう風に、まあ、コントロールしながら、 あの、つけていって安く抑えられるかっていうのをお話ししたいと思います。ただ、夏の真夏の沖縄のね、電気料金1000円台っていうことはもう無理です。まあ、多分1万円前後ぐらいになると思いますよ。で、それでも安いんですよ。1万円前後であの、値上がりしてからの話なので、まあ、1万円ぐらいには抑えていきたいと思うので、あの、まあ、その方法とかはまた、あの、後々ですね、ご紹介します。まあ、ということで、まあ、今日ですね、あの、 電気料金の節電の基本ですね。まあ今まで、あの前の動画でも結構お話ししたんですけど、まあおさらいという意味を込めてですね、あの、基本をお話ししたいと思います。えまずですね、電気料金減らしたいと。電気、まあ、使用量、電気料金を低く抑えたいと、真剣に思わないとできないんですよ、これは。もうどうでもいいや、別にと思ってたら、これはあの、できないんですよ。 人間何でもそうですけど、まあ、真剣にあの電気料金を何とかしたいって。これ値上がりしたらみんなそうなるんじゃないかと思いますけどまだ本格的な値上がり全然してないんでね。あの、請求は高く来てますよ。燃料費調整額とか上がってるんで、上限撤廃の電力会社もあるじゃないですか。だけど、本格的に値上がりこれからなんですよ。このあの4月以降ですから、だから全然値上がりなんかしてないんですよ、まだ。 あの全然って言ったら語弊、まあ、ありますよね。あの、一年前に比べたら確かに高くなっているんですが、まだ値上がり前なんですよ、だけど。本格的なんですよ。ちょこちょこと付随するものを上げてってるだけで、全然こう、あの、ちゃんとこれからあの、爆上がりするんです。まあ、ちゃんとこれから爆上がりっておかしいですけど、<laughs> 日本語は変ですけど、あの、本当にあの、驚くほどひっくり返るほど値上がりはするので、まあ、それに対して、やっぱり不安だなとかね、 いやーなんか怖いな、ちょっと払えるかなとか、本当にそれで真剣にまあ節電しようと思わないと、行動できないですから、人間ね、頑張って今から対処ということですね、そのためのおさらいの基本の1、2、3を今からお話しします。まずおさらいの1番、基本の基本なんですけども、家の中にある電気製品の消費電力、ワット数ですね、何ワットっていうのがまあシールで貼ってあって、書いてあったり、刻んであったりして、 あの絶対に電気製品って消費電力乗っているんですよ。あのそれ載せないといけないことになってるんでね、法律的に。だ必ず載ってます。そこに何ワットって書いてありますね。まあ、それを確かめて把握するすべての電気製品です。だからコンセントを入れてまあ動くもの、電池を入れて動くものの消費電力を全部把握するんですよ。これは大事ですよ。だから小さいあの電気製品でも、え、こんなにあのワット数があるのかっていうのもあるんですよ。 例えばドライヤー、1000ワット前後ありますから、からドライヤー当然長く毎日使っていれば、それだけ電気料金は上がっていくんですよ。目に見える形でね。うん、だからドライヤーはまあ必然的に、あの、まあ、電気料金高くなるんですね。毎日使っていれば。ドライヤー1時間とか使ってる人いますけど、それはあの、毎日ね、あの、値上がりしたら、100円ぐらいずつ使う形になりますよ。 だからそれを考えると、あの、毎日100円なので3000円値上がりしちゃうんですよね。まあ値上がりっていうか請求が来ちゃうんですよ。ドライヤーだけで。だドライヤーやめれば逆に3000円マイナスになるということなんですね。でもどうしてもドライヤー使いたい場合には、まあ時間を短めにするとかね。だからワット数の把握ってそこら辺で大事なんですよ。あとまあエアコンですよね。まあエアコンってまあ温度設定にもよりますよ。あの温度設定がね、あの高ければ、あの高ければっていうのは 例えば、あの冷房を入れたいときに28度、29度の冷房設定であれば、あの、あんまりね、電気食わないですよ。あの、だからガタガタいろんなことをやるより、工夫するより、まあ、28度ぐらいで設定して、もう冷房をつけっぱなしで、で、あと家の中を涼しくする工夫とか、まあ、それまた、あの、後々動画であげますけれども、あの、その方が効率はいいんですよ。だから急に冷やしたりとか、 あの、18度にして一気に冷やそうとか、それやるとね、3倍ぐらいの電力かかるので、すんごい量気が飛んでいくんですよ。それはやってはいけないんですよね。だから常に安定した形で、まあ,あ、冷房であれば28度、29度ぐらい。29度でも OK ですよ。あの、家の中ちゃんと空気回せばね。ただ、空気を、流れを作る、川のように空気をね、流していくってのは非常に難しいんですよ。 これがポイントですね。うん。まあでも、またあの具体的にそれはお話しします。まあ、とにかくワット数全部把握しないといけない。うーん、だからあの今ね、寒いところはホットカーペットとか電気ストーブ使ってる方いるじゃないですか。ホットカーペットと電気ストーブはすんごいんですよ。電気食います。だから当然電気料金上がります。だからエアコンもあの寒いからって言って暖房をね、30度で入れっぱなしとか。 それは電気料金は上がりますよ。あと床段つけたりね、電気でね、これも上がっていくんですよね。だそこら辺をどういうふうに調整して、まあ、全部使わないというわけじゃなくてね、あのずっと前にこの話をしたら、電子レンジを捨てちゃいましたって言った人いたんですけど、いや、もったいないですよ。電子レンジってあの、確かに1000ワット前後じゃないですか、600ワット、400ワットで使えるのもあるけれども、あの仕様によっては1200ワットとか、まあ、使うんですけど、 でも、あれって電気の使用時間が短いんですよね。だから、そんなにね、あの電気料金の負担にもならないですよ。であの電子レンジを使っても。で毎日使っても、私、毎日毎日、もうバカみたいに使ってますよ。ほぼ料理はあの固形燃料と電子レンジなんですよ。だけど、まあ、この値段ですよ。2000円以下なので。なんか、まあ、問題ないですよ。で、掃除もあの2日に1回、掃除機30分ぐらいかけてますから。でも、それでこの値段なんですよ。 だから、使い方ですよね。だから、消費電力が大きいものをいかに短時間で済ませるか、もうそこはポイントになります。とにかくあの全部、だから調べ尽くさないといけないですよね。覚えきれないんだったらメモ取るしかないですよ。だから、テレビ、大型テレビでね、500ワットぐらい食うやつをずっとつけっぱなしだったら、そりゃ高いですよ、朝から晩までね。だからテレビであの電力を食ってしまうっていう過程もあると思いますよ。消費電力高いものあるんで。 あと、大型冷蔵庫で、まあ、電力は月に、あの、3000円もいかないですよっていう風な宣伝文句なんですけど、あれはね、怪しいですね。あの、いくら検証しても、そんなんじゃ済まない、済んでないですよ、みんな。あれって、あの、ドアを閉めっぱなしの状態で3000円なんですよね。月に、あの、1000円とか。1500円とかいうのもあるじゃないですか。1ヶ月1000円以下とか。あれって嘘だと思いますよ。まあ、嘘って言うとなんかね、訴えられるかもしれないですけど、 あの、あれってドア閉めっぱなしでしょあの、計測結果って。でもドアって開けたり閉めたり絶対しますよね、冷蔵庫。一回開けちゃうと何十円か飛んでいきますよ。その分冷やさなきゃいけないので。あと、氷の製氷機つけっぱなしだったら、あの、驚くほど電気代上がるしね。うん、だから、あの、全部 MAX って書いてないので、一番、あの、何も使わないで、そのままそっと置いておく冷蔵庫の使い方であれば、 ま、月に1000円とかいうことになるんでしょう、きっと。でも、あの、年間2000いくらっていうのもありますけど、絶対いかないですよ。あんな風になんないですよ。冷蔵庫は、あの、大型のであればあるほど、毎日パカパカ、あの、蓋をね、あの、ドアを開けたり閉めたりの回数が増えれば増えるほど、すっごい高いですよ。電気料金。だから、うちは捨てちゃったんで、もうやめちゃったんですよね。やめちゃって、あの、洗濯機も捨てちゃいましたけど、あの、もう、 手で洗っているし、で洗濯機使ってないんですよねで。洗濯機の電気料金ゼロなんですよ。で、乾燥機もない。で、ゼロです。で沖縄の太陽の光が当たるところに住んでるので、まあ、乾きますから。で、あとは、あの、とりあえず、冷蔵庫捨てちゃったんで、ちっちゃい冷蔵庫に変えてあるんですよ。30ワット。でも常時、それも電気を消費するんじゃなくて、冷えたら30ワットが切れるんですよね、自動的に。だから、実質ね、15ワットぐらいなんですよね、ずっと。 だから、ものすごく電気は食わないんですよね、冷蔵庫は。で、そのおかげで、まあ、あの、照明も LED に全部取り替えてしまっているので、まあ、それでこの結果ということなんですよね。うん、だけど、まあ、あの、電気代がね、上がることを想定して、まあ、その生活にも慣れてしまったので、まあ、慣れると、まあ、普通の生活ですよ。全然問題ないんですけど、まあ、慣れるかどうかの問題。まあ、その前に、慣れるためには全ての電化製品のワット数、 これを把握すると、それぞれね。で、2番目ですね。大きい電気、消費、まあ、製品。まあ、消費電力の大きなものの家電ですよね。それをうまく使いこなすというのが基本の2番目です。これがね、今言った、要するにエアコンの設定温度を、あ、これぐらいにすれば電気食わないかなとかね。まあ、どう考えてもね、あの、例えば夏場だったら冷房、 にして、28度、29度、そのあたりです。これ何度もやってるんでね。インターネットの、まあ、YouTube でもいろんなところで、まあ、自動にした方がいいんじゃないかってね。えー、自動の方が食います。全部やったんで間違いないでしょ。自動の方がお金は高くなります。なぜかっていうと、あのドアを開けたりして暑くなったら自動の場合は温度が上がればブーンって急冷で冷やすんですよ。 その時の消費電力はすごいんですよね。でも28度にずーっとしておいた場合は、一定して28度が、まあ、保たれるので、当然あのドアとか開けたら暑くなりますけど、そんなのしょうがないですよね。まあ、そういう時もあるなと思って過ごすしかないんですよ。だから快適に快適に、ずっと体を快適にって言ったら無理があります。まあ、その代わり夜はね、涼しく寝たいっていう、また方法あるので、 まあ、あの、28度、29度で十分涼しく眠れる方法っていうのはあります。だからね、あの、固定しちゃったわけですよ。冷房29度。うちは冷房29度。夏はね。あの、当然、電力は最低限に抑えられます。で、そうじゃないと、それをケチるとね、体がおかしくなっちゃうんですよ。暑くて眠れないとか、寝不足とか。まあ、それはね、良くないです。体を壊す節電っていうのをやってはいけない。 だって体壊れたら何にもなんないじゃないですか。だから、ある程度金額は払わなきゃいけないけど、1年間平均したら随分安く、まあ、抑えられたね、ということにしないといけないいうことですね。だから、まあ、それは、あの、もう本当にね、あの、全部の電気製品の消費ワットを確認で把握。で、2番目、大きい消費電力の電化製品を制御、コントロールするということですね。 そして3番目ですね。生活スタイルを変えるんです。これはなかなか変えられない人が多いけれども、電力料金がまあ上がって、うおーってなってたら変えるしかないんですよ。いや、これはもうきついなとか、生活やっていけなそうにね、なんか感じるなと思ったら変えるしかないじゃないですか。だから、あのもう払うのが無理になってきちゃったら、イギリスみたいに家族4人放り出されて、賃貸放り出されて、 ホームレスになってる人とかいっぱいいるんですよ、今。子供は小さい子供2人いるのに家族4人で。で、国も何にも面倒見てくれないので、そのまんまホームレス。もういっぱい出てるんですよ。で、日本もそうなりますよ。なるから、これはね、あの、なんか甘ったるいこと言ってないで、生活していけなくなるかもしれないって感じるんだったら、生活スタイル変えるしかないです。で、変え方というのは、先ほどの1番、2番、これ、あの、ちゃんと把握しなかったら変えられないです、まず。家中の電化製品のワット数を確認する。 一番ね。で、二番目、その大きい、ね、確認した中で大きな消費電力のもの、これを制御する。で、三番目、生活スタイルを変える。じゃ生活スタイル、例えばですよ。例えば、あの、冬、寒くて、エアコンを入れちゃってる。電気ストーブ使ってる。やめちゃって、まあ、あったかい服を、あの、だとゴワゴワするんでね、まあ、軽くて薄手であったかいのを、ちょっと高くてももう買うんですよね。で、 で、それを着てれば、ああ、なんかあったかいし、動きやすいし、いい感じっていう服を買うしかないです。自分の好みのね。で、その服を着て、でもまだ寒いでしょ、きっと。冬は。で、あとは、まあ、電気毛布ですね。一番安いですよ。電気毛布。を腰に巻いたり、下に敷いたり、その上にいたり。 で、うちはずっと、あの、沖縄でも冬はちょっと冷えるので、まあ、テント、大きなテントを家の中に建ててるんですよ。めっちゃくちゃ暖かいですよ。で、あの、こういう質問ありました。えー、でもテントって言っても、所詮、こう、起きたらね、あの、本読んだりするときるに、テントから出なきゃいけないじゃないですか。意味がわかんないんですけど、なんで本読むときにテントから出るんですか椅子に座って読むからってことですか椅子に座って読むっていう生活スタイル変えればいいじゃないですか。 テントの中で寝っ転がって本読めばいいんですよ。あとは、まあ、材質的なものっていうのをテントの中にね、大きいテントだからあの入れて、で、そこに座って、別に照明はあの LED の電池式の安いの、まあ、100均でも売ってますから、それを吊る下げて、まあ、あの、テントの中で本読めばいいんですよ。また寝袋にくるまって、あの寝っ転がりながら本を読むとかね。 私はそうやって、あの、携帯で、まあ、インターネットで情報を仕入れたりとか、まあ、あの、雑誌読んだりとかしてますよ。全然問題ないし、あったかいし、あの、居心地もいいし、快適だし、眠くなったらそのままお昼寝して寝ちゃえばいい、いいだけの話で、寒く全くないですよ。それすれば。だから やっぱりね、なんか何か邪魔してるんですよね。あの、今までの生活スタイルとか、まあ生活はこういうものだとか、まあこういうふうにしなきゃいけないっていう、何かあるんでしょ概念があって、それが概念が邪魔してるから、新しい生活スタイルにできないんですよ。あの、それは変だよっていうふうになっちゃうんでね。だからそれが変だよと思うんだったら、まあ変えられないんですよ、そういう人は。だって変えることができないじゃないですか。変える努力が、大体、あの、始まらないんですよね。でも変える努力を始めるためには、概念捨てなきゃいけないんですよ。 だって電気料金がこれだけ爆上がりする、これから上がっていくって、今までの概念にないことが起きてるんだから、自分の概念も変えなきゃいけないんですよ。でも人間って固定概念ができちゃってね、あの、固定観念がね。これもね、あの、前固定概念っていうね、あの、 番組をアップしたら、いや、固定観念じゃないですかって言った人いたんですけど、固定観念は昔からある言葉で、造語で固定観念、概念っていうのも新しくあるんですよ。国2、3年使ってる人いっぱいいて。だからそれすられもうやっぱり固定概念ですよ。ね固定観念ですよね。あの、いやいや、それ、え、おかしいじゃないですか。いやいや、そうじゃなくて、もうね、時代は流れてきてるんですよ。新しくなって、どんどん変わってきてるんです。だこうじゃなきゃいけないとかいうのないんですよ。 そんなことを言ってたら、もう取り残されちゃうんで、あの、昔ながらのいいものっていうのもあれば、まあ、新しく波に乗っかんなきゃいけないっていうものもあるんですよ。だから、全部が全部昔がいいっていうことじゃなく、新しくてもいいものもあるし、新しくてもダメなものもあるんですよ。昔の方がいいものもあるんですよ。で、それは使い分けなきゃいけないんですよ。何もかむが昔がいいとかね、あ今良かったとか、いや、それはないんですよ。部分部分で違うんで、 だからもう基本の位置に戻るわけですよね。すべての電化製品のワット数を把握するっていうのはそのためなんですよ。だから、あの、概念で、あ、これなんか大きい電化製品だから、なんかこれ切った方がいいなとか。いや、そうじゃなくて、大きくても消費電力少ないものってあるので、ちゃんと見なきゃいけないんですよ。例えば空気清浄機で大きいやつでも30ワットくらいしか使わないのってザラなんですよ。30ワットしか使わないんだったら、別につけっぱなしだっていいんですよ、空気清浄機。だけど、 あの、ちょっと、あの、似たもので加湿器とかね、あの、あるじゃないですか。で、それを見ると、すごい消費電力なんですよ。何百ワットって書いてあるんですよね。だから、全然違うんですよ。大きさじゃないんですよね。本当に。あの、大きさではなく、ワット数なんですよ。だから、ワット数見ないといけない。確認しないといけない。で、生活スタイル、それで変えなきゃいけないんですよね。今までとは違うことが起きているのあの、本当にね、それは肝に銘じなきゃいけないですよ。今までと違うことが起きているんです。 だから今までと違う自分になんなきゃいけないんですよ。心身ともにね。全部変えないと生活していけないです。だからそれができないと頭の固い人はもうこれから先はまあ生き残っていけないわけですよ。本当に。だっていろんな大試練が起きてくるたんびにね、昔はこうだった、俺はこうだよって言ったって、そんなこと言ったって始まんないですよ。あの変えないと。じゃあ自分を、まあ気持ちもね。 心も柔らかくが一番いいですよね。柔らかくして、まあ適材適所対応できるところは対応していくっていうのが、まあ、大事、本当大事ですよ。これは基本中の基本ということですね。だからこの基本の3番目、とても大事なんですよ。生活スタイルを変える。これは、あの、柔らかい心と柔らかい気持ちでね、進んでいかないと変えることができないんですよ。だからこれは本当重要なことなんですよね。 あの、変えていかなきゃいけない。何でもかんでもね、あの、自分が正しい、ね、あの、自分のやってきたことが間違いない。そこまで強く思ってはいないけれども、いや、だけど、やっぱり私はこうやりたいって、全部変えなきゃいけないんですよ。だって、そんなの全部、あの、概念なんでね。そんなの、あの、こだわっていたら、先々、びっくりだって今、今でさえね、信じられないようなこと、あの、え、そんなこと嘘でしょっていうようなことが、 もう毎日のように起きてるじゃないですか、いろんなことが。だから、今までの経験とか、今までの、あの、自分の、まあ、体験とか、また今までの考え、基本にあるものを中心に判断したら、判断しきれないんですよ。あの、悪いことじゃないんですよ。経験はいいことだしね、経験豊富な方がいいに決まってるんですよ。だけど、プラス、未来に対する想像力が、同じぐらいバランス的にね、なきゃいけないんですよね。 これがないと、その対応しきれないんですよ。今までの自分の過去のものだけで対応するっていう姿勢を取ると、おそらくはあのパニックになっちゃうんですよね、訳わ,わかんなくなっちゃって。だから電気料金の高い請求が来ると、すぐ電話しちゃうんですよ、電力会社に。で、おかしいんじゃないですかってみんな言うんですね。おかしくないですよ。だって値上げするって言ってるんだから、値上げしてるんですよね。だから値上げするって言ってるんだから、高い電気料金来るに決まってるじゃないですか。 値下げしますよって言って高い電気料金に来たらそれは文句言ってもいいですよ。だけど値上げしますよってはっきり言ってるんだから、まあ驚くような電気料金の請求が来るんですよ。これから。これからですよ。これから。で、電力会社に電話したって拉致は開かないですよね。だって値上げするって言ってるんだから。これはもう前もって対処して自分の生活スタイルを変える。これしかないと思いますね。 まっ一番いいの、おすすめなのは、まあ、やってみたい人は分からないけどあの、家の中にテントを張る、これは一番ですね。で、今、実験してますけど、ちょっとね、沖縄ね、あの暑くならないんでね、夏の対策がまだ実験のデータ不足なんですけど、どうやらね、テントを張ってね、家の中で、今、あの冬はそれで楽々、暖房一切入れないで、こせってるんですよ。で、それ沖縄だからだろうっていう人いるけど、いや、そんなことないですよ。私あの マイナス25度になるところに住んでたんですけど、その時もあのテントで暮らしてたんですよ。家の中テントで。全然違うんですよ。夜、あの、まあ、冷房、暖房、つけなかったですよ。あの全然。あの、冷房、暖房って言うとなんか語弊があってあの、冬に買って、いや、そうじゃなくて、あの、夏にも。あの、どういうことかって言ったら、夏もテントで、え、冷房つけないってどういうことだっていうね、質問を時々。 あるんですよ。これ言うとね。そうじゃなくて、あの、テントを家の中に貼るんですよ。夏。で、そのテントの中に、あの、パイプでね、えっとね、掃除機の、あの、パイプあるじゃないですか。ホースですよね。あの、太さのホースを売ってるんですよね。あの、ダクトを見た。日本でも売ってますよ。アマゾンとかで。3メートル、5メートルとか、まあ、5メートルを買ってる。まあ、今、家にもありますけど、買って、で、その冷房、または、えっと、除湿機の、 あの冷風が出てくるのを持ってるんですけど、そこに自分でジョイントでつけられるようにしてあるんですよ。で、そこからあの除湿器、スイッチ入れると、冷たい空気が出てくるのを、そのホースで、パイプでテントの中にあのチャックを少し開けて、空気が漏れないようにして、テントの中にパイプだけ入れて、あの冷風がそのパイプを通って、テントの中にブワーっと吹き出るようにしてあるんですよね。 あの、去年もやってますよ、それは。すんごい涼しいんですよ。要するにテントの中ってちっちゃいじゃないですか。だから小型の除湿器の冷風付きのもので、ものすごくテントの中涼しくなるんですよ。で、夜はそれで寝てるんですよね。沖縄でも全然それだけで大丈夫ですよ。だからもし、あの、エアコンを併用してね、あの、29度、28度で設定して、 で、まあ、あと扇風機とか、いろんなもので風を回して、家の中にテントを張って、で、テントの中、あの、その、エアコンの一部でも、そのダクトをつけて、あの、端っこでもいいからね。で、ジョイントで、あの、ちゃんと、冷風が、冷房のね、冷たいのが、こっちに来るようにしてあれば、テントの中で寝た方が、ものすごく涼しいです。それは。で、テントの中、小型の扇風機、5ワットの扇風機、回してるんでね。 すんごい快適に寝れますよ。で、虫も入んないしね。だから、あの、工夫してなんですよ。だからテントを張るってとてもいいんですけど、あのまた具体的なね、こうやり方、いろいろちょっと、あのー、細かいところ、あの、やりにくいところあるので、もうまたそれ順応って話しますけど、あの、買っといた方がいいものは絶対テントですね。あのテントと、あの、小型の扇風機、えー、5ワット前後を、あの、いいやつ、評価いいやつをね、まあ、 結構、台数、うちは5台買ってあるんですけど、で、いつも常時3、4台は、あの、夏はつけてるんですけど、全然違いますよ。それで風をこう送り続けると。だから、用意しといた方がいいのはそれですよね。だから、今みたいに、あの、テントでダクトでね、あの、涼もうという人は、あの、そのダクトも買っといた方がいいですね。5メーターぐらいのね。まあ、それは家によってちょっと長さわかんないですよ。その、あの、場所はね、あの、どこに置くかっていうことになるんでね。だから、 まあ、そのテントの中でね、涼しくして暮らしていくっていうのはいいですよね。それは。え、でもそんなことしたくないとかいう人いっぱいいるんですけど、いや、それは今までの、その、あなたの常識があるからですよね。でもそれって、も、ま、う、あ、あの、悪いって言ってんじゃないんですよ。でもそれはしょうがないですよね。常識があったら、それはもう高い電気料金を払って暮らしていくしかないんですよ。だって方法ないんですもん。 だって今まで通り暮らしていったら電気料金を下げる方法なんかないんですよ。だって上げるって言ってるんですから。で、現在実際上がってるわけでしょで、それを下げる方法なんかあるわけないじゃないですか。自分のスタイル変えないと下げらんないんですよ、電気料金を。あ電、要するに電気を使わない、ある程度使わない、抑制したね、コントロールした状態で日々を過ごして、それに慣れていかに快適にそれでも暮らせるかっていうのを模索して妥協していかないと、 電気料金は下がらないです。はっきり言って。電気料金だけ、こうやれば簡単に、あの、今まで通りの生活で下がる方法はないのかってないです。あるわけないじゃないですか。だってこれだけ。あのだってイギリスって5倍になってるんですよ、電気料金が。日本もなるんですよ、だんだん。5倍に。だからまだ2倍ぐらいじゃないですか、あの、今年ね。で、これ5倍まで行くんですよ。だからその時に、 あの、ちゃんとそれに慣れてなかったら、まあもう電気料金だけで押し潰されちゃいますよ、生活は。だってイギリスってそうなって、今200万人ぐらいがホームレスがね、今年だけで出そうだって言ってるんですよ。だからそういうようなね、あの社会的な状況、最悪の状況に向かっているので、自分の生活スタイル、変えていかないといけない、家族の生活スタイル。これ整えていかないと、まあ無理だと思いますよ、これは。本当に。それほどきついんですよ。で、これ試練なんですよ、 これは大試練なんですよ。大試練が何も努力せずに乗り越えられるわけないじゃないですか。努力しなければ乗り越えられない。逆に努力したら乗り越えられるんですよ。いかに努力してやっていくかしかないですね、これはね。もう気持ちを込めて真摯、真摯にね、あの真剣に真面目に取り組んでいかなければ乗り越えられないということですね。ということで、今日は電気料金、節電の基本、おさらいをお送りいたしました。 チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。